あー、来た来た来た。お疲れ様です。おはようございます。お疲れ様です。今日は一大イベント、はい。朝の10時で暑いけど。暑いですね。今日一大すぎるよ、ね。もう多分ちらっと見えるかもしれんけど、うん。あのね、今日はちょっと足場を映してしまっていいですか。あのね、今日はこの足場になんとね、リトル社長が。リトル社長。まあこの足場を倒壊させると。はいはい。でも計算してもだん。どこまで来るかっていうのも全部測って全部計算して、はい、で医療班が向こうに100人ぐらいあるんで、救急車も3台ぐらいあるんで、そうそう、まあ、十分危険に配慮してやってるから、これ絶対マネしなきゃあんのはもちろんですけど、はい、まああの下に車置いとんだわ、テントウムシ号ね、はい、誰も乗らんやつで、ちょっと乗りました、結局乗ってないんだよ、ちょっと乗りました、乗ってないやんけ、そうそう、あの検証でどれぐらいじゃあね、足場今これちなみに10メーターぐらいの、11メーターぐらい、11メーターの足場が倒壊したら、はい、車どうなるか、多分僕の予想、ぺっちゃんこがプレスかけたみたいな、神かやろ、神もう多分ね、あのペタンってなってまあ十分、はい、危険に配慮して、はいね、工事、まあ、実際ヘルメットもかぶって、はい、ヘルメットで持つかも、こうまあ本当にもう十分計算され尽くしようでね、はい、うん、あの位置とね、はい、もう物も全部ないで、道路にも絶対倒れない状況を作ってあるという状態でやってますので、はい、まあ、実際にじゃあこれ倒壊させてみましょう、はい、はい、レッツゴー、今回の動画はですね、ちょっと僕もね、事務所帰って、ね、見たら、ちょっと衝撃映像すぎたんで、ちょっとあの、先に言っとくと、あの、まず、敷地は、まあもちろん自分のところだし、近隣の方にもしっかりあの、ね、騒音が出るということで、あの、連絡も入れてます。で、その中で、あの、まあ、動画撮ってますんで、で、あとはまあ、その動画に登場してくるあの、車ももう、廃車予定の車を使用してますので、ちょっとあんまりにもね、ちょっと映像が衝撃的すぎて、あの、この続きを見る方はちょっとあのね、あの心臓が弱い方とかああいうの見ない方がいいかな、ちょっと激しすぎますんで、ちょっともう僕が大丈夫だよっていう方はぜひまた見てください。で、気に入っていただいたらチャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いします。じゃあそれでは続きをどうぞ。ここの線から中入ったら感じよ、すごいね、これ衝撃だよね、これはね、10メーター、もう中入ったら危ないでね、これ中入ったら危ない、うん、もうデンジャーゾーン、デンジャーゾーン入ったら、まあ、危ないね、もう行きます、大丈夫ですか、ちょっと待ってよ、怖っ、おやさん、その内柱のまっすぐのとこ行きますか、この内柱、こういう内柱あるじゃないですか、その柱の真ん中ぐらい、僕も柱の真ん中ぐらいです、社長ちょっと待って、あ、危ない、すごかったね、うわちぎれてるっすもんね、すごいすごい、うわサブロックもパーチャだな、これすごいね、やっぱりさすがに衝撃だったな、倒れた瞬間すごかった、結構怖かったな、うわーって動いた瞬間だ、うわーできたけど、やっぱ緻密な計算がされてる、緻密な計算がされてるね、ちゃんとね、ちゃんといい位置に来たね、社長これリアガラスいいっすか、あ、リアガラスやばい、オープンか、俺あんまり歩くの怖いんだよ、ここ、うわ、バキバキやん、バキバキすごいっすよ、うわこれでも当たったわけじゃないですもんね、衝撃で、まあでもこれ車検通らんすよ、テールランプあれ取ったら、車検ってまだ使うつもりねえから、あ、使うと廃車にするから、ええそのままやん、えすごいね、お、衝撃だ、さすがにやばいわ、衝撃だったね、はい、すごかったですね、めちゃめちゃ衝撃でしたね、本当にあの音がすごかった、すごかったです、めっちゃすごかったです、もう衝撃で、うん、バリーンパーンとか言って笑っとったんですもんね、
粉々ってのこれ片付けするの。まあ俺いいやろ、事務所で仕事あるのやろ。僕も次の現場あるんでよろしくお願いします。すいません。あ、こっか、足場ね、足場職人の資材置き場だもんね、これ管轄外です。まあこ、足場倒したらやっぱりこんだけ危ないってことだけど、絶対真似しんでくださいね。はいはい、必ずその真似されたらちょっと困るから。はい、またこういう面白いことやりますんで、あのチャンネル登録といいね、はい、ぜひぜひね、お願いします。よろしくお願いします。また見てねー。